はい、ただいま北越急行線ですね、北北線の美佐島駅に来ております。ここも秋季でして、駅の周りは本当もう山で何もありません。で、あっち行くとですね、10分ぐらいしたら二十数軒集落があるんですけどね。で、こっち行きますと、なんかここにありましたタイムで行くと、なんかペットショップといいますか、ペットのお葬式屋さんでしてね、慰霊碑とか火葬とか承ってるようなお店でございます。で、ここおかしいなと思うと、そうなんですよね。駅舎があるんですけど、線路がないことにお気づくかなと思うんですけど、ここ、駅に入りますけどね、これ、まあ、入ってきますけども、こう入っていくと、結構駅舎ですね、こう、新しくて綺麗ですね。それですごく広々としてます。で、と思いますけどね。で、おかしいなと思ったらお気づくかと思うんですけど、こうなんですね、こう、下を降りていくといいますか、地下ホームになってるんですよね。ですから、ほんとこう、地下鉄と同じような感じの駅でございます。で、時刻表もありまして、料金表ですね。こっちトイレありましたけど、まあ、トイレ綺麗でしたね、なかなか。で、ここがあると、そこにもね、ベンチあるんですよ。ここにも待合室がありまして、しかも、待合室のシャッターは午後6時に自動閉鎖します。注意お願いします。午後6時までに待ち合わせ室から出てください。なるほど。で、開けるとですね、なんと待合室が畳の和室になってて、まあもう寝ろって言ってるようなもんですよね。で、なんとここに液ノートもありますし、すごく暖房もあるんですよ、ここ。で、使用後は必ずスイッチを切ってくださいっつってですね、まあ、これ僕の荷物ありますけど、持っていくんですけど、ここの待合室ですね、蜂が多いんですよね。で、今これ僕の座布団ですけども、ちょっとかたして、もう電車来るんでね、暖房ありますね。待合室こんな感じですごくいいです。で、行こうかなと思うんですけど、蜂がいますが、で、もうそろそろ電車来ちゃうんでね、ついでに行きますけど、まあ、待合室こんな感じです。駅が秘境駅って言われてるんですけどね、この蜂がいるな、待合室とは思えないぐらい畳で、もう昼寝するには最高でございます。それでですね、今、ちょっと靴履きますんでね、ちょっとお待ちいただければ。ガラガラと。で、次ですね。なんか音が違います。ここをですね、この駅、三沢島って書いてますけどね、三沢島。駅を降りていくと、駅のホームになるんでございます。なんか、直江兼続の上りがありますけど、2009年の大河ドラマは直江兼続なんでしょうかね。なんか、上りがありますけど、直江兼続って言うと、あれですか、前田家の家臣というか武将だった人ですかね、前田利家の家臣、前田利家じゃなくて前田慶次ですかね、の家臣の人ですよね、直江兼続。あまり詳しいことはよく分かんないんですけど、僕も本当に地下鉄のホームみたいな感じですよね、ここの駅。すごい。で、なんか風の音がしますけど、ここをトコ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 降りていくと、こう駅のホームになってるんです。ここ珍しいなと思います。で、ここ開けますとですね、開けるとは自動ドアになってるんです。で、書いてあるんですよ。電車が到着するまで、扉は開きませんって書いてますけども。で、なんか広告がありまして、実はワンマンカーだからってことを書いてるんですよ。またここにも待合室がありまして、ここか。時刻表がありますが、結構電車来ます。8時58分に来て、次10時2分に乗ってですね、次の駅に行こうということなんですが、料金表もありまして、まあ、金沢まで直接、直江津まで行けるんですよね、直接。あと、特急は金沢まで出てました。ここはまあ、各駅しか止まらないんですけど、北北線、北越急行、三沢島駅、書いてますけどね、扉閉めないでくださいって。で、ホームに行きたいんですけど、ですね、ホームに行きたいんですけど、開きません、電車。で、ここホームなんですけど、来た時は開いたんですけど、ここはですね、後で説明するんですけど、地下ホームになってまして、駅と、なんか、何ですか？何でしょうね。来ますかね。ええ。って書いてますよね。ご注意ください。
で、この列車が来るまでなぜか開かないという。で、しかもこのホーム側の扉が開いてるときは開きません。こういう感じで登っていく。もう早く来いって感じですけどね。前。で、ここの駅はですね、地下になってて、トンネルとトンネルの間に挟まれて、しかも僕来たときはめちゃくちゃ来るのに超長かったです。超大トンネルと超大トンネル、要するにトンネルの中にある駅ですんでね。地下鉄と全く同じです。ですから駅の方も後で移しますけど、これ以上駅からはもう先に進むことはできません。で、全くもってですね、なんか音が来ましたかね。起きましたね。開くのかなこれ。開かなくね。結構人乗ってますよ。乗ってますけどね。開きますかね。開くのかな。あれ開かない。お、開きましたね。こういう風な感じでございます。三沢市のドアを整理券のお取りください。以上、三沢市のドアです。